皆さんこんこにちは佐佐藤藤大輔です佐藤のラジオ第回よろしくお願いしますはい今回は明日行われる J リーグ第22節名古屋グランパス対川崎フロンターレの一戦まあこれ延期になっていた試合なんですがこれに先立って川崎フロンターレ小木,木監督が、まあ、今回の件について、あのー、会見で話をされていす。 いいいいたので、それにつてて少しし話をしていこうと思います。まあうんなんて言うんでしょうあの触れない触れるか触れないかどうしようかなというところだったんですけれども、まあ、かなり木監督ね踏み込んだ意見おっしゃられていたのででまあそれについて私の思うところを少しだけ触れてみようかなというふうに思います。はい、で、 まあ、尾木監督の会見全文が載っているオフィシャルみたいなページを見つけることが私はできなかったのでまあいろいろ、あのー、スポーツ紙各紙サイト載せて いるのでまあその中で荻木監督の発言を確認しながら気になった点について少し話をしていこうかなと思いますで基本はサッカー批評ウェブというサイトですかねまあここに、あのー、私が見る限り荻木監督のコメントが一番多く載っていたのかなというふうに思いましたただこのサイト非常に見づらいですね、あのー、しっかりとした、あのー、内容載ってるんですが とても見にくいと、もう少し、あのー、どうにかならないのかなというふうには思いましたまあ少し話しておりましたけれどもでまあまず荻木監督かなり突っ込んだ話してるなという印象でしたでこの件に関する鬼木監督の感想として、まあ、正直な話をすれば到底納得のいくものではないという話をされてま おりましたでこれまあ記事の内容を見るだけではちょっとどこに納得が一番いっていないのかっていうところがちょっと私は読み取ることができませんでしたまあただ、あのー、当然推測はできてあのその処分それ自体なのかそれともそのそういう処分になったことについてのまあ J リーグだったりグランパスの説明の内容なのかまあ あるいは、そのいずれもかというような、あのー、3点ぐらい可能性としてはあるのかなというふうに思いますで、まあ、あのー、裁定委員会の結果を踏まえても受け入れ難いものではあるというふうにおっしゃっていて、まあ、処罰の内容のところもある程度不満にっていうところはあるのかなというふうには思います。ただまあえーとー 以前の動画でも話したんですけれども今回の裁定について J リーグが認定した事実をもうベースに考えると私としては今回の処分は十分妥当の範囲なあのー 最低だといいう,うに思っていますこれは私個人の感想ですでしかもね私はグランパスのファンということがあるのであのそれはグランパスのファンからするとそうだろうという話もあるかとは思うんですけれどもまあうーんまああのー、そうでもなくても私はあの今回の処分については。 あの十分なな範囲かなと思っていま,すでまあその理由には理由についてはあの以前話していたのでここで話すとまた長くなってしまうというところではあります。で、あのー、じゃあどこに尾木監督一番納得いってないのかなと想像するんですけれども、まあ、これ尾木監督というのは川崎フロンターレ J リーグのクラブの監督という立場を考えるとこの今回出た処分について 重い軽いっていうようなことをうーんなかなか発言することはないんじゃないのかな可能性としては低いんじゃないのかなとまあ何て言うんでしょうあの当然気持ちの上ではね軽いんじゃないのかなとかいうことを思うことはあるのかなというふうに思うんですけれども、まあ、仮にそう思ってもねなかなか会見であそこのチームに対する処分軽いんじゃないかっていうのはなかなか 言いいいいいいづらいとととううかかことは多くなななんじゃないのかなと思いますでそう考えるとやっぱり鬼木監督が納得いってないのは説明の部分なのかなというふうに思っております。でまあそこに納得がいってないということでこれほどの発言をされているというのであればで少なくともそこがメインなのかはちょっとね私の推測なので断言はできないんですけれどもやっぱりあのー しっかりと説明受けていれば、あそこまであのー、とても納得できないというような強い表現をされることはないのかな。と。まあ、あの処分についても不満があっても、まあある程度の説明を受けてこうこうこうでっていうことを言えればまあ、なんて言うんでしょう。 納得まではできなくても理解はできるのかなっていうようなところだというふうに思うのであのそこまでも全然いけてないってことはやっぱり説明が足りてないのかなというふうには思いますでそうであればやっぱり J リーグはもっと丁寧にこの件川崎フロンターレ側に説明をしなければいけないしてほしいなと。 いうふうに思いますし、で、まあ、グランパスとしては、それに対してしっかりと協力しなければいけないと。で、まあ、なんていうんでしょう、ただもうすでに処分は出ていて、J リーグとしては十分な調査をしたというところで、しあの処分当然出してると思うので、まあ、追加でね、調査というのはあまりないと思うので、J リーグとしてどうどうこう、どういう理由で、まあ,あの、こういう処分に至った、で、この処分に至った、 前提事実はこうでこうこうこういう資料をもとにその事実を認定したんだよっていうようなことはしっかり J リーグの中ではある話だと思うのでそれをフロントアリにしっかりと、あのー、説明する必要があるのかなと。そののまあ、やっぱりこの件で 川崎フロンターレ側のなんていうんでしょ不満だったりわだかまりっていうのが完全に消えるっていうのは正直難しいというふうには思います。もう100%すっきりしましたということにはならないとは思うんですけれどもただとはいっても監督がオフィシャルの場であそこまでの発言をするっていうことはやっぱり川崎フロンターレ側としては全然納得できてないんだというふうに思いますそうなってくるとやっぱり本件の勝利としては J リーグ側として全くうまくいってないんだろうなっていうふうに 思いましたでやっぱりこうやって火種を残してしまうということをそれ自体が J リーグにとって大きな損失なんだというふうに思います。でまあ1グ,グランパスファン目線からしても何て言うんでしょう川崎フロンターレ戦というのは、まあ、ここ数年で言うとね本当に34分の1以上の何て言うんでしょうあの気持ちも入ったりあのその分楽しみもあったりっていうような試合では あるわけですただやっぱり今回せっかくホーム川崎フロンターレ戦がなかなかこういうことがあっていろいろな意見特にグランパスに対して厳しい意見がほとんどですけれどもあ,のあってな,なかなかなんていうんでしょう心からあの楽しみにというかねあの本当に一点のくぼみもなく明日のサッカーにだけ集中できるっていう状況になってないっていうところが非常に残念でうん。 で、結構ネガティブな、あのー、話が飛び交ってる。もうそれ自体が本当に、ね、せっかく J リーグを応援して好きなチームがいてっていうところでネガティブな、あのー、話が飛び交ってるっていうのは本当に J リーグにとっては本当に大きな損失。この件を甘く見たりないがしろにするべきではないという,ふうに思います。もっとこの件に真摯に、真摯 取り組んで欲しいいいなという,ふうに思いますでまあリーグがリーグがって言ってるのでもともとはグランパスがやったことだろうって言って J リーグに責任転嫁するなよって言って怒られそうではあるんですけれども本件で処分を下す下したのは J リーグでやっぱりその処分の内容どうしてそういう処分に至ったのかそのプロセスっていうのはその調査に関しても J リーグが主体で行ったのでそれについて説明をする。 第一義的な立場にはやっぱり J リーグなんだというふうに思いますし今更フロンターレとしてもグランパスから直接こうこうこうでっていうことはなかなか、あのー、受け入れがたいというかねあの筋としてやっぱり J リーグがまず、あのー、丁寧に説明をする責任必要があるのかなというふうに思いますでまあこれについてはまあオフィシャルにやるのかまあ J リーグ結構何て言うんでしょう そんなに大きな,大きな組織経営規模でいうと大きいと思うんですけれども人的な関係でいうとそのかなり密というかね大きな関係あの組織ではないと思うのでそのアンオフィシャルにね少しあのフロンターレの社長に対して少しそういう話をしながらコミュニケーションを取っていくどこが、あのー、なかなか納得いってないのかっていうとこを聞いたりとかいろいろやり方はあると思うんですけれどもとにかくやっぱりそういった J、あのー、リーグは あのことをする必要まあ J リーグからしてもねグランパスがあのやらかしてそれに処分をしてっていうことで何でそこまでっていうことかもしれないんですけれどもやっぱり J リーグの価値を守るあの J リーグのチーム同士でわだかまりが大きなわだかまりができる残るっていうのはやっぱりリーグにとって本当に大きな損失だというふうに思います。でんどこに納得が って考えるとまあ、やっぱり単純にあの13人のエントリー満たしてなかったというところがどうなんだろう？っていうところをあの思ってるんだと思います。そこはあのまあ、直接的には言ってなかったんですけれども、その言葉の端々にはあの現れていたという風に思います。あの何て言うんでしょう？フロンターレとしてはゴールキーパーも。 あのサブに複数名入れて、でフィールドプレイヤー2人しかサブにいない状況でやっていた。ででんて言ううしょうそこに 関して、あのー、変なやり方をすればもしかしたら飛ばすこともできたかもしれないみたいな話もおっしゃっていたのでそこに対しての疑念があるのかなというふうに思っていますなので、まあ、そこについては本当にファクトの部分だと思うのでどういう説明を受けてどういう認定をしたのかということはリーグは説明は容易だというふうに思いますまあ、あのー、それを公表するっていうのは正直難しいのかなというふうに思っていますなので我々一般サポーターに対して 説明するっていうのは難しいとは思うんですけれどもクラブに対して説明するっていうことは十分に可能だと思うのでまああのなんとかそういったことをしてほしいなというふうに思います。でまあここの13名の,あのエントリーに関しての小木監督のコメントで言うと、まあ、先ほど言った通り、あり変なやり方をすればもしかしたら飛ばすこともできたかもしれない。 っていうあのことだったり、自分たちは自分たちの正しいやり方で示していこうっていう、もう暗にあ、あの、グランパスが正しくないことをやったんじゃないかっていうことをあの言っていると。で、ここに関しては、うーん、やっぱり、どうなんだろうって、ここまで言われるとっていうのはあるはあるんですが、まあ、それを言っても、ね、今、それを言ってもっていうところはあると思うので、とにかく、まあ、納得は言ってないんだろうというところで、あの、 そこはしっかりとね丁寧に説明をしてほしいなというふうに思います。でもうやっぱりグランパスに対しての処罰の,あのリーグのリリースを見ればそれはもうわかるんですけれども今回の件で日程が変更になったことそれ自体は処罰の対象にはなっていない。ここがあのー ポイントというか、だから、まあ、200万円の罰金欠席になってるんでしょうけれどもやっぱりグランパスが意図的に日程を変更したわけではないという事実認定自体は大きな意味を持っていてだからそれがどうしてそういう認定になったのかっていうところがわからないので納得感が得られてないのかなというふうには思います。 でまあ処分が出た時にも少し話したんですけれども、今回の件、処分が出て200万の罰金、けんで終わりではなくて、おそらくそこから広がっていく、波及的なグランパスに対しての厳しい、あのなんていうんでしょう、目線という方が大きなサンクションになるんじゃないのかみたいな話をしてたんですけれども、まあやはりそのような流れになっているというところで、でまあグランパスがやっぱりやってしまったことは事実なので、まあ、 仕方ないい部分はは当然あるとは思いますただ何て言うんでしょうグランパスが悪いから何て言うんでしょうどこまでも罰を与えていいんだっていう論調まあこれはグランパスが当事者でなくても。 そうなんですけどもやったことに対しての相応の罰というのがやっぱりなんて言ううでしょう法治国家であるべき姿というところだと思います。なので今回前提になった認定した事実をベースにするとやっぱり繰り返しになりますけど私は今回の件の処分は妥当だというふうに思っています。ですまあそうじゃない人もいるそう思ってない人もいるとは思うんですけれどもねただやっぱり今回の件でいうとやっぱ説明が足りてないって っていうところがあの対フロンターレにとってはあのー、かなり不満をさらに増幅しているところになっているのかなというふうに思うのでその本筋のところとは違うところだと思うんです要は説明が足りないなら説明すればそこはフォローできるところだと思うのでであもう明日試合が来るとで延期された試合も行われてしまうとなるとどんどん この件に対しての、なんて言うんでしょう、鮮度だったり関心っていうのが薄まっていってしまうんじゃないのかなっていうふうに思います。で、それは、なんて言うんでしょう、その批判の声が小さくなるとか、そのわだかまりが小さくなるとか、そういう意味で言っているわけではなくて、この件を説明する機会だったり鮮度っていうのがどんどん失われていってしまう、要はこの件を解決する木を一視してしまうんじゃないのかなっていうところを非常に危惧をしています。 なので、まあ、やっぱり先ほど言った通り一グランパスファンとしてはフロンターレの試合っていうのは非常に楽しみにしていてそれがこれから毎シーズンこういうことがなかな思い出されるっていうのは本当に残念なので、まあ、なんとかね、あのー、この件せめてフロンターレというチームに対してオフィシャルというかね、あのー、に対してだけでもねしっかりと説明を ししてほいいいなとううふうに思いますそれだけでやっぱり随分と、あのー、状況は変わってくるのかなというふうに思います。まあ周りのファンサポーターっていうのにはそこどこまで届くのかっていうのはあるんですけれどもやっぱりクラブがしっかりと理解をして、まあうん、まあ納得はしないけどまあそういうことなのかっていうなんていうんでしょう少し落としどころを見つけられたのであればやっぱり多くのファンサポーターも まあ、チームが言うならそうかというふうに思う方も多いんじゃないのかなというふうに思いますしもうそうやって収めていくしかなかなか難しいんじゃないのかなというふうには思いますでもそれをできるチャンスっていうのが本当に徐々にというかかなりもう時間も限られてきてしまっているのでなんとかね J リーグは本当に、あのー、骨を折って本当に今のままだと J リーグにとって 大きな損失だと思いますせっかく楽しいはずの,あの試合が全然楽しい気持ちじゃないっていうような、ね、方も出てきているような気はするのでなんとか、あのー、リーグにはあのー、まあ異例のことかもしれないですけれどもねなかなかそういう規定がないとかそういう前例がないということかもしれないですけれども、あのー、そこについてはなんとかねうまい対策対応をしてほしいなというふうに思います。 はい、そんなところで佐藤のラジオ第543回、今回はこの辺りで失礼したいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは失礼いたします。